国際ボクシング名誉の電動博物館ライブの展示の一部国際ボクシング名誉の電動博物館はアメリカ合衆国ニューヨーク州カナストータに所在するボクシングに多大な功績を残した人物を称える博物館である。カーメンバシリオ、ビリー・バッカスという二人の世界王者を生み出した田舎町カナストータで二人を検証する記念イベントが開催された。 住民の一人であるボクシングファンの青年、エド・ブロフィーが大成功を収めた、このイベントにヒントを得て、電動博物館設立を提案。カナスと歌の住民たちの賛同、協力を得て1990年に創設された。類似した施設に、カリフォルニア州ロサンゼルスにある、世界ボクシング殿堂があるが、規模の大きさでは、アイプハフが勝っている。 ボクサーは引退後5年で電動入りの資格を得て、電動入りメンバーは前年に発表される。例年6月の第2週に新たに電動入りした人々を迎えるセレモニーが盛大に行われ、多くの現役、元世界王者、関係者が現地を訪れ、ボクシングファンとの交流を行っている。セレモニーの他は、受賞者によるスピーチ、パレード、ゴルフ大会、 レセプションなど20以上のイベントが催される。日本人では1995年に、ファイティング原田、2008年に、ジョー・コイズミ、2009年に、本田昭彦、2015年に、オーバー・マサオと、串シ陽光が、殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。